これこれガチ切れ？なんて言ってたの？やっちょの話してた。ガチ切れ誰を？俺のこと？え、また？俺の話してる。また関わるのやめるって言ってんの？だってこれ恋の話じゃないのに、なんでだろうね。46件来てんの。46件。何が来てるか全然わかんないんだけど、76件来てる、でもこいつね、こないだなんか撮影する、奇跡的にコラボできる流れになったから俺わざわざ新宿に行ったの、で新宿行ったらなんかドタキャンしたのこいつ。誰の話だ、すっぽかされたんだよ。誰の話？マサットのこと擁護し山田のこと言ってたから。あ、警察行くんだ結局。あ、終わったんだ。マサトのことで関わりたくないって。でも俺は別に中立な感じで言ってたんだけどね、俺的には。中立な立場で。これ恋のことじゃなくても、でもこれこれもでも結構ボロクソ男とか女の子と言ってるけどね。ね。俺だけ、そんな、まださ、アイドルのさ、プロデュースしてるかわかんじゃん、また絶縁なのか、もうどうしたらいいかわからんな。これ恋の件はわかるけど、山田と正人の件までそれ言われたらもうそれ無理やな。気難しすぎでしょそれは、さすがに。何回謝罪しても無理や。だからって、じゃあこれリス全員、じゃあ俺なんか揉め事したら毎回土下座しないといけないの、難しくない？さすがに無理、無理これ、ちょっと無理や。